皆さんこんばんは。こんばんは。ST48 の今村美月です。12月24日に卒業発表をさせていただきました。まだ1ヶ月活動期間残っているんですけれども、ショールームいつも見てくださってる皆さんに、ファンの方と最後まで楽しく配信できたらと思っております。この配信の最後にランキング1位の方へ後日私からのメッセージ動画をお届けしますので、皆さん SNS 連携を忘れなきよう、1位になった時はね、 SNS 連携を忘れなきようにお願いいたします。25分に壇上を読ませていただいて、その時読ませていただいた1位の方に、動画を差し上げます。ということで本日はカラオケボックスから配信をさせていただいておりまして、メンバーもねいてくれています。見守ってます。ありがとうございます。ちゃんと見てます、ショールーム、ね、見てます、近くで。泣きようかな。嘘、私もさっき投げて、おきちゃんにキラキラ、キラキラ、じゃあキラキラ投げてないわ、キラキラ。嘘、集めてない、集めてなかった。こんばんは。何言ったおうかしら。めっちゃ久しぶりカラオケ配信、うんうん、ルーム配信は。お金取れますからね、この方の歌は。嬉しい、やめてもらって。嬉しい、嬉しい、ファンがいる。何しようかな。消す、消す、電気、雰囲気真っ暗になるんじゃない。消してみる、消してみます。ちょっと待って、真っ暗じゃないと。あ、待って待って、あ、きつい、ウォンテッドみたいな、冷たいみたいな。きつい、あ、つけよう、つけよう、つけます。ありがとう。あ、大丈夫、大変。ムーディーな感じもいいと思ったけど、これにしよう。お、ショールームといえば、ショールームといえば、あー、あー、確かに、確かにそうじゃん。ふふって言ってんね。わかった、わかりました。わーわー、緊張です、伝えます、楽しみ。夢は朝には覚めるけど、ここじゃない、まだ狙い
台湾にサイコパスももちゃん出てくる。嘘。目あったら私と目が合ってる時だけ、こう。こういう時あるよね。こういう時目が合ったら。これを見せたい。困ってんじゃん。困ってる、こっちこっちこっち。うん。何しようかな。昨日南の恋は決め中で、可愛い選手権したから、ウィッチイズウィッチで、かっこいい選手で後ろで踊る。あ、踊ってや。え、じゃあアヤパン一緒に踊ろう。アヤパンも踊れるもん。あ、そっか。パンちゃん見たい。チーズウィッチ。じゃあアヤパンこっちで。よし。アヤパンを見て踊る。わあ。ダンス選手権とか。なんか顔映らん。その笑顔を見るだけで胸の音が苦しくなる。同じ人好きになった親友を見せかけて気が散らされた手のひらと。あ、すごい、あれ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 、あ
かわいい。よかった。いいね。初めて歌ったかも一人で。一人で歌うの難しそう。なんかこの曲ってダンス曲なのに、ね、フー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 高くて大変ですね。本当よ。ね。うん、パチ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 。いっぱいまだある？まだ12分なので。まだまだ。うお。25分に読むからね。コメントかなみととか歌おう。キャー。泣いちゃう。雨とか雨とか。どこで？どこから一体その声が。泣いちゃうな。隙間に差し
素敵だわ。素敵な曲。お時間は17分ありますよ。あらま、いっぱいあるね。いいですね。すごい、ドリンク取りって言ったらね、みちさんの声めっちゃ聞こえた、うん、めっちゃ聞こえた、めっちゃ聞こえる、贅沢やなと思ういいね何が入ってないっけね。でもこっちがあっちだから、ね、うん、結構あります、確かに。 STU の曲でもあんまり入ってないの多い。入ってる。あった。え、この中に、うん、え、ないかも。そう、さっき探しとって。確かに。サングラス。サングラスなの。あー、そうなんだ。2だったかな。これ1。あー、そういうことね。うん、え、なんか、うん、ソロツアーが結構、48なかったじゃないですか、うん。結構歌手寄りだったじゃないですか。うんうんうん、アイドルのソロ公演するときにやりたかった曲とかないんですか。え、確かに、いいね。ないかも。ソロメイツやりたかった。ああ、なるほどね。けど、うん、今じゃない、うん、モニカは？モニカ？ちゃう？で、好きの種じゃない？あ、ショールームで言うと。確かに。確かに。おきちゃんもじゃん。私、ね、モニカ超好きな曲。あ、いいよね。ふふふ。ふふ多いね、なんか。ふふ担当だよ。でもモニカ好き。ね。私夏もうなかもうなかって歌ってた。怒られそう。もうなか食べながら。歌える、おきちゃん。歌えますよ。もう二度と歌う機会がなさそうな曲。ね。すごい高いよね、これ。好きです、めっちゃこれ。いいね、マジ？そうそう。懐かしい。オリメン。オリメンだ。ついに。ショールーム頑張ったな。お互いに好きになるなんて奇
嬉しすぎる。ありがとうございます。イエーイ。大変なイベントでしたね。ねえ。ありましたね。1円ずっとね。ね、時間制限が、ね、1ゴールドのなくてね。確かに。めっちゃ懐かしい。やれる時間ずっとやってた。まあ、3時間マックスだもんね。うん、あともうちょっとじゃない？今あと2分です。あと2分。ありがとうございます。あっという間だ。あ、ももちゃん電波ありがとう。すごい、もう紫とピンクのペンライトが本当だ振られてる。初めて聞くって言われてる。やっぱ聞いたこと、新しくハイになった人とか多分わかんないですよね。披露するときないね。めっちゃ初期の初期だもんね。うんうん。1年目2年目とか思い出が。めっちゃショールーム思い出ソングだった。確かに。神様と確かにいろんなイベントに、ね、参加してきましたね。あともう1分来たんです。うお、あと1分来た。ドキ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 の、なんかショールームイベントの時に自分のソングとかありました？なかった。そう、何あった？私ショーファイト歌ってた。あの奮い立てさせっていうか、そう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 、キュッ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 みたいな。そうそうそう、会話下手。人間1年生1個下がれば通ったね。そうに一緒セイの声がちょっと、うん、おもう変わる？あと5秒。わ、なにわしさん変わるかな。団長ちょっと遅めに始めちゃったんだよね。変わった。それでは壇上を読み上げていきます。ググン。以上持ちましょうか。うん、ありがとう。13位カニ A さん、12位 M ケンさん、11位東京都局企画局局長さん、10位デブニャさん、9位庄司さん、8位カニスチックさん、7位テリーピーさん、6位昔からおじいさん、5位ジャストミトさん、4位うまちゃんさん、3位まさにーさん、2位中田ひくさん、そして1位はドゥルルルンジャジャン、ブルー台湾さんでした。おー、餃子、餃子、おめでとう。はい、ということで1位のブルー台湾さん待っててください。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22位としひろさんでした。ありがとう。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。お、あなたの BGM はこれです。いい歌だ。うわということで、あ、違うやん。え早くない？ということで、はい、ショールームイベントというかね、ショールーム企画、一旦ひなちゃんがね明日延期になって、明日ひなちゃん一人いるんですけれども終了いたしました、ね。はい、たまたま卒業のタイミングが被っちゃってね、ね、どどどっとやめちゃうけど、こうして集まってなんかなんて言ったらいいかね。でもSTじゃなかったらね、うん、会ってないですもんね。そうだね。一回この同時期のメンバーで一回こうして集まれて嬉しかったなって、うん、嬉しいと思います。寂しい、みちさんがいなくなるの。なんでよ。めっちゃ早いけどね。まあ確かにね、時間早いけど。もうすぐ卒校。うん。そうそうそう。やばい。一個も？ええー。やばいね。やばい。泣いちゃった。だってラスト公演。ラスト公演。ええー。もう出ない。もう出ない？公演？出ない。やだー。悲しい。びっくりよね。なんか自分にこんな日が来るなんてって。でもみんな思う、なんか。めっちゃね。何回出たんでしょうね、公園に。確かに。目が気になりますね。南多いよね。最初多い。うん。ボコリ、え、じゃあ、ロックウェイ多分解禁、あ、すいません。ロックウェイ解禁だったから。すごい。もう、今、一番台出てる。あ、ももちゃん、ももちゃんも。あ、でもちゃんとカウントしてるよって。すごい。楽しみ。何回なんやろ。
マジ少なそうやん。舞台とかあるからね。うん、あ。でも公園の核でしたね。奥越えとかは本当核だったよね。奥越えが。そうね。楽しかったな。ね。なんか15年後ぐらいみんなが体力なくなってからもう一回やりたい。リバイバル。リバイバルしたい。どの公園？で何しよう。でも鼻だれいいです。鼻だれいい。うん、グリベって欲しかったの、見たかった、やってほしかった、確かに、なかなか、うん、でも私、僕対抗演を先輩と一緒にやってみたい、やりたい、確かに、私ポンポンやるよ、ポンポンやりたい、ポンポンやりたい、いいな、いいよね、僕対も、あやぱん絶対ゴブリバーに似合いますよね、いや確かに、海へ来なさい、絶対似合う、多分あやぱんから始まる切れました。いいな。ということで、まあね、配信、個人配信まだまだみんなね卒業まで続くので、皆さんいつも通り楽しんでいただけたらいいなと思います、今後も。はい、それではあと30秒くらい、ありがとうございました皆さん。そう、明日ひなちゃんもあるのでいつも通り楽しんでください。ありがとうございました。聞いてあげて。あ、聞けるかな。バイバイ。バイバイ。